今朝の世羅は町内が真っ白な霧に覆われました。県内の朝の最低気温は世羅町で 18.5 度、庄原市高野で 16.2 度、北広島町大朝で 18.1 度などと、多くの地点で9月上旬並みの涼しい朝となりました。耳を澄ませば聞こえてくるのは虫の音、そして秋の花コスモスはつぼみがふっくらとし、季節はゆっくり秋に向かっています。世羅町の観光農園花の駅世羅では、今月30日から雲海とコスモスが楽しめる早朝開園が始まります。